プロジェクションマッピングの雪まつりのなんかすごいの見ました。なんだあれ、雪にプロジェクションマッピングをしてるなんか、ね、面白いやつ。でですね、夜になってます。もう間もなくね、こちらフィンランドなんだっけな、HBC フィンランドステージでですね、エアギターの日本大会の予選のですね、ファーストステージ第1回2019年の最初の、ね、予選がね行われるんで、ね、僕ももうね T シャツの上にこれ下にね赤いの着て、いつもの万全の体制で HBC フィンランド広場ね、いや夜になるとなんかすごいライトアップが、ライトアップされてすごいね綺麗になるけど、まだ真っ白だから、いやもう間もなくです。 HBC フィンランド広場、これ全部見て回ったけど、かなりその札幌雪まつり全体の中でも1、2を争うぐらい大きいねステージっていうか雪像っていうか、すごいね作りもね、すごい精巧だし、これじゃ分かんないかなと思って、作ってんのが何だっけ、だってね陸上自衛隊だからね、陸上自衛隊のね北部方面通信軍見てください、陸上自衛隊北部方面通信軍さ、まあ綺麗だね、この上でやるんだからね、エアギターを。これだってやれるプレイヤーにとってもさ、すごいいいことだよね。だってエアギターって予選だからさ、誰でも応募すればここ出れるわけですよ。このステージでエアギターやるって、1分間やるって相当気持ちいいぜ。ただでさえこんだけ人が周りにいるんだからさ、うじゃうじゃいるんだから、もう絶対見るわけじゃん。まあ恥ずかしいっていうのもあると思うけど、これは相当いいよ。楽しみだね。僕もこのここら辺でこの後やりますんでね、審査をね、確実な審査を。もうね雪にも慣れましたんで、現地調達でですね、なんかこっちのコンビニにはなんかほら、この靴に自分でつけるね、なんかねこういうゴムでつける680円でこんな売ってる。コンビニの入り口の一番目立つところに売ってるからね、うん、もうこれが北海道だなって、北海道の洗礼食らいましたね。あ、ライトアップが始まった、ライトアップが始まった、ほらすごい綺麗、ほら青と、ほらなんかもやりもんやりしたり、もんやりしたり。 HBC っていうのはこっちの多分テレビだと思うんだよね。だからテレビ局のステージなんだよ。毎年、今年はフィンランドだから、エアギターのフィンランドの世界大会の決勝がフィンランドでやってますから、フィンランドでね、だから今回フィンランドステージだからエアギターのやつをやるっていう、そういう理屈みたい。今ですねエアギターのね優勝者が決まってですね、これ定番のね、みんな最後にこれ全員やるからね、これ全員やりますから、これ全員やってますからね、このフィンランドステージの一番上でね、これ最高じゃん、この人たちも最高じゃん、ありがとうございます。Yeah.
これ誰が止めるんだ。さあ皆さんありがとうございました。日本柳田選手の自分国雪は終了戦 ACC 新学人がこれにて終了です。さあ MC を終えては ACC ライブのママリオ君で高島さんもでした。どうもありがとうございました。